ペットカメラですね。あ、2000円クーポンがね、入ってますね。あ、メーカー希望小売価格9999円なんですけど、Amazon でね、もっと全然安い値段で買えます。本体こんな感じですね。レンズのね、前に保護フィルム貼ってありますね。で、これね、本体があって、こうレンズのところ、これがね、350度動くんですよ。で、もともとのほら、こう撮ってる角度があるんで、それが350度動くってことはね、360度以上ね、映せますね。で、取扱説明書なんですけど、日本語、英語とね、日本語がありますね。前半が英語で、後半、そうですね。後半ね、日本語であります。で、SD カードなんですけど、当然ね、ついてないんですけど、256GB までね、入るらしいんですよ。でも私はですね、普段ね、32GB をね、アクションカメラで使っていくつか持ってるので、それを使います。こう。レンズが真ん中にあって、これをこう移動させるとね、下側にね、カード入れるとこがありますね。今ね、256でもね、かなりね、安く買えるんでね、どうせだったら大きいの入れちゃった方がいいかもしれないですね。入りました。で、まあ付属品としては説明書と本体と電源取るねやつと、これがケーブル、あ、ケーブルね、そこそこ長いですね。こんな長いんで、で、本体後ろの下側ですね。で、あとね、ついてるのが、これ壁にね、取り付ける用のネジですね。で、そこにね、こう壁にこうね、できるみたいで、こうとかね。で、それのね、穴開けるところの、型紙みたいになりますね。これ、ペタってやって、ここに穴開けて、あとこれ差し込んでね、ネジで留める。まあほとんどの人がね、このまま多分こう、置いて使うと思うんですけど、一応ね、ちゃんとこういうのついてますね。で、この、型紙もね、親切ですよね。当然同じ位置の型紙あります。で、今ね、電源入れてみました。多分最初電源入れた時ってこういうふうにある程度こう自動で動くんでしょうね。
それでアプリがね、ついてるんですけど、ここにね、あの二次元バーコードあるので、これを読み込んで、スマホとね、連動させるみたいですね。今ね、これを読み込ませたんで、デバイスを追加しています。デバイスの電源入っていることを確認します。追加に成功しました。マイクロ SD カードは最初にフォーマットする必要があります。なのでフォーマットをします。フォーマットするとマイクロ SD カードのフィルムがすべて、うんうんうん、今ねこっち私の方映ってますね。赤外線のねナイトビジョンとかもあるみたいで、あの暗いところでもね8メートルぐらいまで撮れるみたいですね。はい、この後ね、ガレージの中でもちょっと撮影して、真っ暗にしたりしてね、撮影してみました。かなりね、映像的には綺麗ですよね。それでね、真っ暗な状態で8メートルぐらいまでだったらね、しっかり映るみたいで、この後ね、そのシーン見れるのでぜひ見てください。もう性能的にはね、十分いいと思いますね。私昔もこれこんな感じのやつ持ってたんですけど、もうちょっとねなんか画像荒かったような気がするんですけど、でこれね今回いろいろやってたらスマホでこう見れるんですよ、その映像がね。で声とかもねこのカメラの方から出せたりして結構面白いですね。で今回動画にはちょっと入ってないんですけど、追尾機能っていうのがありまして、カメラにこうなんか動くものがね入り込むとそこで録画してくれて、それがねずっとそれを追ってくれるみたいなんですよ。でそれがねスマホの方にね連絡っていうか来るんですね。で今これガレージの中で、今照明 LED のね電球結構ついてて明るい状態なんですね。でこの後消してみたんですよ。でも真っ暗なんですね結構。でもね赤外線ですかね、それでこうしっかり映ってるんですよね。かなりねはっきりしてますよね。腕とかのね血管とかもねすごいなんかやたら鮮明に映って、ちょっとね怖いですね。防犯用にもね全然使えると思いますね。かなりいいと思います。でまあね、ペットカメラってなってますけど、まあベビーカメラとかね、普通に防犯カメラとしても使えるので、お値段的にもね、お安いし、性能的にも十分かなと思います。で、そのね、追尾機能もあるし、あと音声も出せるのでね、なんか怪しい人とか来たらね、こう音出したりとかね、でスマホのね画面をこう指でこう動かすと、このカメラの向いてる位置なんかもね動かせるので、見たいところとかねすぐ見れますね。でスマホのアプリをこれ入れるんですけど、さっきねバーコードアプリを入れたんですけど、そこでね時間がこう何1時間ごとだったかな、そこでどんな映像を撮れてたとかね、後で見たりとかもできるので、かなりね昔に比べて2、3年前ですかね、私持ってたの、その時とね比べたらかなりね性能も良くなってますね。もう本当にね映像も綺麗で、設定もねそんな難しくはないので、
すごいね使いやすいかなと思います。で今これ照明つけたところですね。またちょっと消してみました。なんかこう照明消したところでね、赤外線で映る映像ってのもね、なんかちょっとすごいですよね。でこのね黄色い耳のついてるカバー、これね外せるので、まあ、私はね外して使おうかなと思ってます。この状態で使おうかなと思ってます。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。